数は5。雑魚月魚、雑魚月魚チャック。できた。今日はお客さんのところに行かなきゃならないから、もう行くよ。あ、その前に一応忠告しておく。影は貯められる財産なんかじゃない。いつか消えてもおかしくないよ。節約しようと思ってても、まずは実在するものに変えた方がいい。財布に入れたお金が安心できるのと同じだ。来たんだね。ごめんごめん。あんたたちのところに行こうとしたけど、ご近所さんに止められてね。回収がなかなか始まらないから、みんな焦ってるんだ。つまり、あんたが回収を担当してるの？ふふん。はっきりと言ったことはないけど、別にわざと隠したりはしてないだろ？何しろ、人前に出せるものはこれくらいしかないし、いい時期に見せびらかしたいと思ったんだ。やっぱり私の勘は正しかったね。温和で親切だけど、本当はすごい人だって思ってた。そんなことないよ。うちだって虎の威を狩る狐でしかない。影と取引するには彼女に頼らないといけないんだ。みすぼらしいだろう。でも、おっとっと、うん、実はこれが前に話してた亡骸だよ。すごいものなんだ。もちろんここであの影たちを何とかできる人間を本気で探しても、もう一人もいないよ。嘘でしょ？あなたでもダメなの？それはまあ、昔のことは語るまでもないってところかな。最初は何も違わないかもしれないけど、今は、鈍すぎるかな。どんなものでも長く放置するとそうなるんだよ。つまり私が持ってるものも過去の姿に戻る機会があるってこと？理屈はそうだけど、眠ってることと死ぬことはやっぱり違うんだ。でも本当に興味があるなら努力してみてもいいんじゃないかな。恐怖の収集って本当だったんだね。コラリ、これって漁師の海特有の変換メカニズムだったりする？ここでの恐怖の定義は少し違う。別に違いはないよ。文字通り、あんたが確実に怖いと思ったらそれを取り出すことができるんだ。理屈についてはうちにもよくわからない。所詮先人のやり方通りでやってるだけだし。逆に言うと、回収をする人は誰だっていいってこと？まあ、でもやむを得ない状況でなければ影と関わりたい人はいないよ。外がどうなってるかあんたたちも見ただろう。こんなに時間が経ったのに彼らは影と汚いものは大して変わらないって思ってる。うちだって2、3ヶ月に一度だけだし、普段は自分のことに集中してるからね。いろんな占いをしたり、人相や墓の風水を見てあげたりして生計を立ててるよ。なるほど。宗教は自然の法則を人間化したもので、呪術は人間の行為を自然にしたもの。
知り合ってからこの子はいつも難しいことばかり言うんだ。じゃあどうせ回収には人が必要だし、うちと一緒に行かない？テキパキと取引がしたい人と会ったら、多分そんなに難しいことはないと思うよ。もしかしたら私たちにお土産をくれたりして。それは相手次第かな。